ちは、スネアとエノベルさんと梅ちゃんです。今どこにいる？アニメショップ。やったメキシコの秋葉原みたいな、うん、あのアニメがいっぱい集まるところ行けます。ちょっとお店見たいよね。ここで何が流行ってるのか、何売ってるのかちょっと見てみたいです。これ珍しいって思ったら泊まる？泊まる。 OK OK OK、 じゃあちょっと回ろう。なんだこの辺の？あ、変態なやつ。それは傭兵だね。そう、メキシコセイントセイヤ超流行ってるよね。あ、見てやられる。これですね、セイントセイヤ。あ、ポキ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 ですよ。見てこれ見て、超可愛くない？見て見て、めっちゃ可愛い。あ、もう見て、顔なし。ドラゴンボールのミナがいる。ブーってさ、超可愛くない？なんかちょっと動いてみて。あ、すげえ。すごくない？サスケになったり、サスケになったり、あと何がなったり。え、おしやん。メキシコ人は描いた漫画。そうだろ？どう？なんかめっちゃ日本っぽいだね。これは全部アニメだけど、違法の DVD ですね。違法の DVD、 コピーの DVD ですね。コピーの DVD、あ、キューポスケットあんじゃん。あるよ。おお。いくら？6000円。ジョジョ6000円。これね、めっちゃ集めてる。めっちゃ集めてる。キューポスケット。普通には来てんじゃん。見てる。何時の？見て、富岡さん、富岡様。おお、やばい。10年ここに住める。10年。おめえ、これは。見てよ。それ欲しい。ミカサを発見。うわー、すげえな、かっけえな。そうこう。うわー、マリオ発見。何か食べよう。いいよ。それでなんか日本と同じなのか。いいよ。何食べる？たこ焼きなのと、この寿司もあるやん。そういうのメレビでも好きなもん。ラーメンだな、これめっちゃいいよ。ラーメン食う。ラーメン？何がいい？醤油。醤油醤油。AB。醤油。8個で300円。300円。日本と一緒じゃん。あ、焼けた。目安のたこ焼き。どう？ちょっとやばいよね。ちょっとやばいね。なんか、匂いが。超えてる？これはやばいわ。これ 1,2,3 は絶対食べれない。食べれない。真っ黒。見える？これも見える。この2つはやばい。高いよ。高いよね。高いよ。50ペソ。50ペソって言ったら多分給料の1日の5,000円みたいな感覚だよね。5,000円でこれ出されたらマジ勘弁してよって感じだよね。ちょっと悲しいね。悲しい。食べてみ、1個食べれそうなやつ。やばい。笑ってる。やばいよ。やい。たこ焼きなんだけど、でもタコは入ってない。丸ければたこ焼きみたいな感じじゃん。中にタコ入ってないんだ。入ってない。何も入ってない。ということで、メキシコで食べる。やばい、これやばい。ラーメンこれできた。こんな感じです。いくよ、食べるよ。いいよ。どう？あ、うっそ。やば。マジ？マジでやば。多分世界で一番まずいラーメン。冗談抜きでも美味しいとか言えない。企業案件でお金もらったとしてもうまいと嘘つけない。まあでも楽しかったね。もう楽しかった。なんかいろんなとこあって。まあもちろんなんか日本と同じは。そうできないけどね。できないけど。ちょっと楽しみだった、ね。すごいなんかいろんなレベルがあって。いろんなものがあって、なんか
普通にご飯来る前は普通に楽しかった。これはね、日本食まずいって言われるよ。もちろんね。まあでも楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。うん、コメントもよろしくお願いします。はい、アディオスアミゴス。